ガズマイナス -66 は1960年代にソビエト連邦の合リキ自動車工場で開発された44輪駆動または42輪駆動のキャブオーバー型軍用トラックである。ソビエト連邦軍の機械化不評部隊や砲兵部隊などで広く使用され多くの派生車種が開発されている。各タイプを合わせた総生産数は1999年に 生産終了するまでに965,941両に達した。ガズマイナス -66 は、1962年に1.2トントラックのガズマイナス -62 及び2トントラックのガズマイナス -63 の後継となる2トントラックとして開発され、量産は1964年に始まった。1966年にモスクワで行われた現代農業機械。 県で金賞賞を受賞1968年には、大役気圧自動調整システムの搭載モデルが開発された。ガズ -66 は、ソビエト連邦内及び、中東やアフリカなども含む、他の多くの東側諸国に輸出され、民間や軍で使用された。1991年のソビエト連邦の崩壊後も、ロシア連邦軍で運用が続けられた。 1990年代中頃になると、後継車種のガズ -3308 の生産が始まったことで、ガズ -66 の生産は縮小され、1999年に生産が終了した。現在、ロシア軍においては、ガズ -3308 や、カマーズマスタングへの更新が進められているが、現役の車両も残っている。また多くの国でも現役である。 ガズ -66 は、多くの派生車種が開発されている。フロントバンパー部分のウィンチの有無や空気圧、自動調整システムの装備の有無によって分類される。他、軍で使用されるカーゴ型や、ショップバン型、その他多くの特殊車両が存在する。通常のカーゴ型の荷台に、ズマイナス -23 から2や、ゼピットマイナス -4 のような対空機関砲を搭載し、 対空用のガントラックとして使用された車両もある。ウィキメディアコモンズにはガズ z 6 6に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。